どうもアロハチャンネルです。今回なんですけども、こちら2018年に発売された仮面ライダーの SH フィギュアーツですね。で、僕が購入したものの中からベスト5と言いたいところなんですけれども、本当にね素晴らしい商品が多すぎてベスト10をお伝えしたいと思います。ただね、これは僕の中でのベスト10なんで、僕が好きなライダーとかそういう感情も入ってる部分もあるので、参考程度に見ていただければ嬉しいです。で、僕が持ってるだけでも今年発売したので30体はあるような状況ですね。で、ただあのイベントで限定で発売された仮面ライダー1号の桜島バージョンとかでしたっけ、っていうのは買ってなかったりとか、あとまあダンクロとね、もう一人いるんですけど、それ今ちょっと修理センターに配送していていないとかっていうのはありますね。ただほぼほぼもうここ網羅してるかなというところですね。仮面ライダーエグゼイド系、ビルド系、そして真骨頂系もたくさん買いましたよね。で、アマゾン関係も買いましたしね、ということでベストで見ていきたいと思います。はい、でまずはこのね、ちょっと今さらっとなんですけど、こういう感じでね、どんなラインナップがあったかなという記憶を呼び起こしながら見ていきたいと思います。ダブル関連もね、今年一気に来ましたよね。真骨頂どれもすごいクオリティでしたけど、でエグゼイドは多かったしクオリティ高かったっすよね。ちょっと若干目の問題がね、いくつかあった気もしたけど、でこんな感じ。あとはビルド関連ですね。で、このね、ここにある動画は全て過去にレビューしているので、またね、仮面ライダーの動画をまとめた再生リストを概要欄に貼っておきますので、そちらからね、探してみていただけると嬉しいです。ということで、早速ベスト10の発表をしていきたいと思います。はい、それではまず第10位からいきたいと思います。もう本当にね、全て素晴らしいんですけども、第10位は、はい、こちら仮面ライダーカブトのハイパーフォームでございます。仮面ライダーカブトのこのハイパーフォーム、真骨頂で発売されたんですけれども、もうね、とにかく綺麗なんですよね。なんかね、この羽のパーツとかもすごい綺麗で、結構挑戦してる感じがあるし、色合いとかデザインも本当にかっこよくて、見た時に結構衝撃を受けたというか、やっぱ真骨頂やべえっていうね、もう感動したのがまあ理由ですね。で、ただ第10位に収まるっていうところは、僕がものすごい兜を好きだったら結構上位に食い込んだとは思うんですけど、そこまでね、僕は結構仮面ライダー本気で見出したのはダブルぐらいからなんですよね。なんでそれより前のライダーって、まあ電王とかは見てましたけど、結構つまみつまみというか、なんでね、純粋に作りとしてフィギュアーツをこれまでたくさん見てきて、本当に大好きなアーツシリーズを見てきた中ですごいなと感じたので、ランクインさせていただきました。めちゃくちゃかっこいいよね、今見てもね、やっぱり。はい、そして第9位を発表したいと思います。第9位は、失明バージョンのジンさんでございます。仮面ライダーアマゾンアルファですよね。仮面ライダーアマゾンズを見ていない方はピンとこないかもしれないですけど、見てた方はこのフィギュアの作りの凄さはすごくわかると思うんですよね。本当にね、そのまんまなんですよ、劇中ので。アップで見るとこんな感じ。これもね、レビューはしてますので。で、この失明してるバージョンがあって、いろいろな長い年月を経ての傷がうまく再現されてるんですよね。本当にね、もうまんま、めちゃくちゃかっこいいんですよ。これは本当に素晴らしい。ということで、第9位に Amazon アルファはランクインさせていただきました。はい、そして第8位。第8位は、よいしょ、こちら、仮面ライダークロノスでございます。もう安定なんですよね、エグゼイドは。安定の素晴らしさ、まあ、クロノスのデザイン自体がすごく好きで、そのね、この色合いとかデザイン風合いっていうのをすごく綺麗に再現できてるなというところで、まあ、本当に火の打ち所がないというかね、もう完璧な感じっていうので、クロノスをラインナップさせていただきました。この色合いとかも本当に綺麗ですし、この素材感もね、アップで見るとよくわかると思うんですけど、ちょっとこうテカってる感じね、メタリックな感じも本当に綺麗ですしね、もう、うん、完璧なんですよね。めちゃくちゃかっこいいということで、こちらが第8位です。はい、そして第7位は、
同じく仮面ライダーエグゼイドシリーズから僕の大好きなこちら仮面ライダーパラドクスでございます。でね、パラドクス大好きなんですけど、一つ言うならというか動画でも言ったと思うんですけど、目がちょっと離れてるかなという気持ちはあるかなっていうところで、ただそれを除いても僕が本当にパラドめちゃくちゃ好きなんで、ここまでランクインしたっていうところでね、結構やっぱりそういうところはこのランキングには影響してます。ただこのゴールド具合とか本当にかっこいいですよね。マジでパラドって本当にかっこいいと思う。はい、アップで見るとこんな感じで素晴らしいですよね、本当に。そして第6位は仮面ライダーゲームのレベルビリオンでございます。もうね、これはやっぱりランクインしますよねっていうところで、エグゼイドのねマキシマムゲーマーも発売が決定していて、もうプレ版で予約開始してるんでね、皆さんもぜひチェックしてほしいんですけど、これはやっぱもうすごいですよね、もう本当に。で、本当に素晴らしいんですけど、第6位に留まった理由としては、まあ想像通りだったというか、やっぱね、もうとてつもなくどうしようもなくかっこいいっていう感動まではいかなかったんですよね。というのも多分デザイン的な問題もあって、僕のその好きなスマートなデザインっていうのじゃないっていうところも理由としてはあると思います。とはいえ商品のクオリティとしてはね、本当に素晴らしいものがありますので、これはもうね永久保存版というかずっと飾っておきたい商品ですね。ということで第6位まで発表が終わりました。続いてベスト5発表に移りたいと思います。第5位ですね。第5位のアーツはこちら、仮面ライダージョーカーです。仮面ライダーダブル関連からはね、たくさん真骨頂が出て、僕好きなのファングジョーカーも大好きなんですけど、やっぱりね仮面ライダージョーカーが本当にかっこいい。もうねめちゃくちゃ好きなんですよね。でこれイベント限定で発売されてはいましたが、すごく嬉しかったです。開けた時にそれこそ本当にテンションが上がって、もうかっこいいと思ってね、めっちゃくちゃ好きです。仮面ライダージョーカー、なんかこのマットな感じのブラックがすごくいいんですよね。でこの紫のデザインとかもすごい洗練されていて、こんな感じで本当にかっこいいと思うんですよね。もうめちゃくちゃ好きジョーカー。この存在感の大きさはやっぱメインのライダーとしてはちょっと暗すぎるけど、そこからいろんな物語を経て、まあ一人のライダーとしてっていうところでね、まあいろんな要素が組み合わさってすごくかっこいいなというところで第5位に選ばせていただきました。はい、そして第4位発表させていただきます。第4位はこちら。はい、こちらもねイベント限定で発売された仮面ライダービルドハザードフォームですね。で今回ちょっと今つけてるのはホークガトリングをつけてますが、これ着せ替え用でねつけれるということで、僕ちょっとこっちがすごく好きでつけて飾ってます。これもねさっきの仮面ライダージョーカーと同じで、この漆黒な感じってすごく惹かれるというかかっこいいなと思うんですよね。この正義のヒーローの漆黒バージョンっていうのはやっぱりなんかかっこいいなと思うし、いつもそういうのが出てくるってことはやっぱり需要があるってことなのかなという気もするんですよね。共感だからできる人も多いのかなとは思ってます。はい、ということでこちらが第4位です。はい、そして第3位は、はい、こちら仮面ライダークローズでございます。クローズはね本当にね、僕の開封動画見ていただいたらわかると思うんですけど、開けた時ほんとテンション上がってマジでかっこいいと思いましたね。なんかねほんと好きなんですよね。このフォルムとかも本当に好きだし、ドラゴンっていうのも好きだしね、かっこいいんすよ。とにかくかっこいい。こちらもちょっと前にレビューして、この赤色もちょっと暗い方がイメージ、僕のイメージには合ってたというか、黒い方がいいかなっていう、まあちょっとワイン色みたいなね色の方がいいんじゃないかなっていうレビューをしたんですけど、やっぱねこうやってずっと飾ってるんですけどかっこいいこのね本当申し訳ないけど、この赤色の部分なんかねすごくよく思えてきて、いややっぱねなんか一番最初にやっぱ見たその第一印象から変わることってあるんだなということは思いましたね。かっこいいです。普通にこの2つ両方ともそれぞれの良さがあるというか、かっこよさがある、これももう含めてしたいぐらいですね。まあ第3位ということで仮面ライダークローズ、選ばせていただきました。はい、それでは第2位ですね。でもう残ってるフィギュアーズ、こう見ても本当どれも素晴らしいんですよね。ヒートメタルとかも素晴らしかったし、っていうとヒートメタルがもう第2位じゃない感じがするけど、第2位は
よいしょ。こちら仮面ライダーグリス、これはねもう本当にね1位でも全くおかしくないというか、本当多分今年1位かな、わかんないけど、めちゃくちゃ開けた時にすごいと思った。なんかね、言葉では言い表せないようなこのクリアパーツと目の色とっていうこのキレ、繊細さが本当に感動的で、めちゃくちゃかっこいいと僕はもうズドーンときましたね。でこの金ピカのね、これちょっとなんかこういう何素材が金色に光ってるとちょっと面白いというか、なんかタイツみたいなねイメージが勝手に湧いちゃいますけど、もう造形も本当に素晴らしくて、何より僕はこの顔のこのなんか色合い、もう絶妙なこの黒の透け具合というか、本当にかっこいいと思いました。もうこれはね2位、完全に2位というか、もうもはや1位っていうぐらいですね。はい、仮面ライダーグリス、素晴らしい出来でした。はい、それではアロハチャンネルが選ぶ第1位ですね、皆さん予想してみてください。皆さんもね本当に好きなライダーたくさんいると思うんで、もうこの中でねみんなの1位とか、みんなはこれだろっていうのがあると思うんですけど、僕が選ぶ、アロハチャンネルが選ぶ第1位、2018年のフィギュアーツ第1位は、ででん、はい、こちら仮面ライダーウィザードフレームスタイルの真骨頂でございます。はい、これもねレビュー動画上げてますけど、これも本当に完璧なんですよね。でも感動した、これはもうかっこいいっていう気持ちもすごくあったけど、感動した。で、ウィザードはもう完全に全話バッチリ見て、すごく好きな仮面ライダーの一人ではあるんですが、まあ、やっぱりね、一番直近でやってたビルドとかに気持ちが行きやすい部分はあると思うんですよね。ただその中で、このウィザードはやっぱ1位にしなきゃダメだろっていうぐらいの素晴らしさを感じたので、僕はこれ1位にさせていただきました。で、同じ真骨頂で行くと、仮面ライダー、牙ね。牙もイベントで見たけど相当すごくて、で仮面ライダー真骨頂シリーズ本当にたくさんラインナップ出てて、もうありがたい限りですし、今後もねずっと買い続けていこうと思うんですけど、やっぱりね仮面ライダー電王とかね、そこら辺も真骨頂で出してほしい、とりあえずメインのライダーを真骨頂で揃えてほしいなっていう気持ちはありますよね。結構メイン行ってサブ行ってっていう、こうシリーズごとに行ってる感じはあるけど、メイン欲しい。はい、ということで、まあ、誠にね、勝手ながら、ベスト、僕の中でのベスト10のアーツを発表させていただきました。この他にもね、やっぱレーザーターボのキリアさんとか、あとエターナルとかも相当ね、クオリティが高くて、やっぱり選ぶの難しかったんですけど、とりあえずこのメンバーで、選ばせていただきました。で、特にね、本当に意識したわけじゃなくて、もう一つずつ順番にこう決めてった感じではあるんですけど、こうやってみると、真骨頂があって、やっぱビルド関連がこう来ていて、真骨頂があって、でエグゼイド関連が来て、アマゾンもあって真骨頂があってって、すごくバランスがいいというかね。でやっぱビルドを見てるから、この気持ち的な部分でもビルドは上位に食い込みやすいっていうのもあったかもしれないですね、こう見てみるとね。でジョーカーが好きだったりとかってもあるかもしれないですけど、やっぱウィザードに関してはやっぱレベルがちょっと違うというか、もう、うん、1位にしなきゃいけないというかね、もう1位になるべき存在というか、それぐらいの凄さを感じましたね。まあクリアパーツがふんだんに使われてるっていうところも、やっぱクオリティを上げてる理由なのかもしれないですけどね。はい、ということで今回は、この2018年のアーツのランキングということで、評価させていただきました。またねアーツの動画バンバンレビューすぐ結構早いタイミングで上げてはいると思うんで、皆さんもぜひ楽しみにしていただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。またね概要欄の再生リストから過去のアーツの動画も見ていただけると嬉しいです。グッドもお願いします。2019年もよろしくお願いします。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。